お疲れ様です。今日ですね、こちらのプリンセスミラーやっていきたいと思います。というわけで久々にねミラーデッキやっていきます。トルネウッドミラーですね、僕の大好きな昔から使ってる方で、今日はねフェニックスバージョン、そしてディガーではなくてゴブドリーかな、はい、やっていきます。でいつもよりはちょっとねコストが重くなってます。いつも多分 2.3 とか 2.4 とかその辺なんですけども、フェニックスがいる分ね、コスト重くなってますけども、今までの中では多分一番安定すんじゃねえかなっていう気がしてます。ルーベンだけど、これは多分偽物のルーベン、偽物、俺の知ってるルーベンではなさそう。さあよろしく。いつもコウモリとかだったんでね、マジで火力がね出なかった、そのエレジャイとか発狂もうどうやって守んねえみたいな話だったんですけども、よし、フェニックスゴルナイだとね、そこそこに、なんだろう、最後の最後、2倍タイム、3倍タイム入ってしまったら、なんか普通に、ね、フェニックスもできるし、ゴルナイトルネもあるし、みたいな。ドリルドリルもあるし、まあ防衛はね、プリンセスミラーもありますよというわけで、新年一発目のミラーはね、ちょっと勝っていきたいですが、ハシマイプリン。うぃもうそれはちょっと相手欲張ってないか、欲張り小僧ですねこの子は。で今ギャングを使ったんで、これねやっちゃいましょうか。ドリドリ、ね、手前に1個目置いた方が早めに壊れるドリルとなかなか壊れないドリルの時差が作れてねいいんじゃねえかと思ったんですけど、相手の大砲ウッド上手すぎー。これ仕方ないですね。あーマジでずる。一生ハシマイプリンきます。まあ俺もねハシマイプリンやっちゃいたいね。いやーこれマイキー間に合わない説を唱えたいです。どうでしょうかお兄さん。間に合いましたね、ごめんなさい。でまあキング起動できてんで、まあ無理はしなくていい。でもハシマイプリンしたいな俺これ、まあ、負け筋はハシマイプリンと、まあ、最後のロケ削りぐらいかな。多分ね俺のこのドリルと、まあ、ゴルナイのダッシュを組み合わせればさすがに勝てるとは思うんですけど、よいしょ。あとハシマイプリンですね、マジ。まあ、来たら、おお、来ない。ちょっとね、ロケを打ちたい感も出る、ちょっと高めのフェニックス。よし。いや、これ、まあ、走れば関係ねえみたいな。はい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 。これマジで。これマジで。やばすぎる。おもろすぎる、楽しすぎる、簡単すぎる。よし。プリンセスミラーデッキのね、回なんですけども、ゴルネイもフェニックスもドリルも全部強すぎて、ちょっとプリンセスの活躍するね、状況が生まれてない。やばいし、これで勝てるってことで、ゴルネイ走って、あ、もう、相手これ止まんない、こんなん全部辿っちゃう。よいしょ。ああ、微妙。さあ、で、最後の方は、おしゃれに、調子乗って、ウッドトルネ、みたいな。で、ハシマイプリンで決めていく。ほいあ、おしゃれ、今なんか、ハシマイプリンさ、読まれてたらさ、スーパー大逆転負けもね、あったんですけども、まあ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 、ちょっとね、挑戦はね、こんな感じよと。もっとね、こう、プリンセス2体、3体、4体、なんなら5体ぐらいね、出してね、守ったりもしたい。相手によってはね、相手がウッド持ってない相手だとねそれちょっとしやすいので、まあ、それちょっと狙っていきたいね。プリンセス4、5体出してもうゴレダクネとか全部守るみたいなね。めっちゃ暇。いやどうせフェニックスからでもよかったし、まあ、しかなかったかドリルか。あーだってだいぶ怪しいなあれ。どうしよう。あてかゴルナイこれ使ったらやべえわ。ゴルナイ何を使ったらこれキングギドしようかな。よし、マスケでちょっと寄せたんで、よし。おい、さあ今のはスケルトンでねゴーレム内側に寄せたことによって、もともと内側ゴレだったのもありますが、さあキングギドできるようになりました。普通に歩いてきたゴレはねできないですね。今みたいに1コスとかは別に1コスじゃなくてもいいんですけど、まあなんかユニットでね、内側にいらっしゃいっつって、
内側ゴールじゃなかったら2段階ぐらいやってあげるとできます。あ、筋肉度されてくないなこれ。じゃあその位置に飛ばすなよって話なんですけども、あの結構コスト使ってくれてますね。あそこになんか低コストで守りたいんですけど、このゴルナイフェニックスにちょっとなったことによって地味に重い。俺ぐらいだと許容しちゃう。絶対いらない許容か。さあでダックプリ採点でここのドリルはね結構いいと思うんですよね。ライドラともう1枚ぐらい使ってくれよな。ういうわー、あれはね相手の樽を褒めざるを得ない。ゲーム良かった。あのババ俺からするとマジ迷惑解約。さあエリポンゴレなのかな、ただのゴレなのかな、わかんないけど、さあキング起動できてる。エリポンゴレだ。まあ、これはねちょっとね削りに行っちゃいたいよね。走れるんじゃないこの位置。はい、よし。さすがにこれはウッドでしばきモース。オッケー。えとかタワー折れんの熱っ。さあぶっちぎりも折れると思ってなかったので、あとはもうなんか、おこれ暇の見せ場来るんじゃね。プリンミラーでもしとくか。よいしょ。さあ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 、プリンセス、あれこれプリンミラーとか言ってゴリゴリトルネミラーマジで危ない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 。これも強いから。さあバルーンとかね引けてもマジトルネトルネだけで金魚できるんですよ。そうまあ五分折りプラスのトルネでもできるし、まあ一発受けていいならねトルネだけでも金魚できるんですけど、さあトルネミラーの存在も忘れてました。鉄壁っすね。もうプリン3体いれば今みたいにトルネ使っとけばね、なんかもう範囲でプリンセスの火力もねそこそこにやっぱ高いので、アルブ12で200近くね。はいこれで削れる。ズルスケとか来たら逃がさないよのウッドだけど、ボンビーなので、いやでもこれで360か。えぐち。まあ理論上ズルなカード、第1位プリンセス、あとゴレダクねかな。さあ、今回のお相手のデッキはわかりません。ナイトインドラ、あーこれちょっとめんどくさいっすよね、こういうの。あーちょっとどころじゃねえ、だいぶめんどくさい厄介だが、コウモリとか欲しいな。あのインドラキングギドできそうじゃね、できないかな。あーなんか来たからやめとくわ。多分俺のコストがねないと思われてんだろうね。これあるんでね、ちょっと分からせのね橋前プリンでね。よし、そうするとこのフェニックスが結構入ってくんねえかな。3発23もう一発4発よし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 、ダメージは稼いでるが、スキャラだったな。スキャラ、ナイトインドスキャラ。あーこの泣きはどっちの泣きよっていう話で、ぶっちゃけ同性は嫌なんで、マジでやだ。あこれやべ、もしかしてやった。あーまあまあまあ、いや意外と残ってる。走ってまあないとか、大体は余裕な感じが嫌っすね。許さない、しばく、どうにかしばきたい。バイボーボンバーがなー、マジでしぶといんですよ。一回ダメージ稼ぎに行きます。あれでも絶対勝ったと思ってるから、あれもうこうやってよし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 、急に俺の流れ、おなんだい、一応キノコタケノコニョッキキ、おマジであのボンバーマジで危ねえ。あれ何剣内、あれってウッド剣内、ウッド剣内じゃなかったらマジでどうしよう。トルネットでいいか、
あぶねー。さあここに来て、あれあれ、あれちょ待てよ、もう絶対今の喜びは今の喜びやってるだろ。おいおいお兄さん、今の喜びは絶対勝ったと思ってやった。あー違う、普通になんか好きらしいよそれが。さあ450はさすがにどうやったら負けるのか知りたいが、足前プリン、削りプランいっぱいあります。これいっぱいあるんですけども、おもろいのがゴルナイをね持ってきたいよね。え天才かよガチで。うんこれね、あお、あーマジで、あの本当にこれたまたまフリーズとか残してそう。ほっとけないですね。あーちょっと最後グダったんですけども、まあまあ当てばいい。ちょおしゃれにね、右サイドのゴルナイを左のターンに届けるみたいな欲が出たけど、よしよし。さあズルめの端前プリンで、これマジで最強です。相手入れ試合かな。あーもうこればっかっすね最近相手いっつも、まあ、これのゴレか入れ試合かどっちか。さあ来た、まあこれはドリルしっかり防衛に使っていきたいっすね。じゃなきゃ守れない、逆にドリルさえあれば守れるっていう。あれマジおかわりおかわり、ウッディいりそうだね。おいさあさあ結構コスト使ってるように見えて、相手もね LJ プラスのライトまで打ってきてんで、まあ、そう考えたら全然ドリルは許されますね。よしさあこれが結局最後に俺がなんかゴルナイ取るね。端前プリンドリルかませびだけなんで、おあーいい取るね、縛ったのか思ったけど。さあフェニックスも最強、これどうする、延命した方がいいかな、一応ね気持ち程度のスケルトン。これで俺のフェニックスだけ、うわー俺のフェニックスのこの卵を今生かそうとしたのに、さあ無意味でしたね。さてこっからはだいぶ危なくて、なぜならゴルナイがいるのでプリンセスがね全部あのアリンクみたいなね、もうあそれプリンセスお姫様なのぐらいの感覚でトルネゴルナイでもぐっちゃぐちゃのギッテギテにされちゃうんで。さあまあ一旦ね、あれこの相手めっちゃ守ってくるやんと思わせといての、あゴルネイ出してきた、確定室いけ、いやーうますぎるそれは相手のタルが。さあまあ無理はしないよと、しっかりゆっくりね後ろからフェニフェニで形組んでいきます。さあ卵まで壊されるのは、いやワンチャンボンバー、うわマジでなんやねん俺の頑張り返せやな、うわーゴルナイがすごい走ってそう、たまにうーわーマジでマジでやばいこれおい台本置くなや、暇だからってよ、絶対暇のやつやん、まあ、一旦ね飛ばすだけだ、もう一回守ります僕はまだ守りきっています。間に合い、うっ、いけー、いやこっちサイド許容できるんでこのドリルはいらなかったと思いきや、
ライト打ってくれたんで。起きろ。おお、切れる。よしよしよし。いや、これ、熱いぞ。一旦柱クリーンして、からの、あ、待って、ドリルがね。いや、流れはね、来てます、これ。もう、どっからどこかでドリルドリル、かまします。エリジェ来ても戻るんだよ。はい。意味ないです、蓋とか。その蓋とかいう概念、意味ないです。なんなら道を作ってくれてありがとう。え、ちょ待って、何やってんの俺のユニット、サボってくれ。え、なんで、どういうこと。俺さ、今ドリルドリルしてたんだよ。マジでどういうことっていう謎現象起きてる。結構な謎が起きてんだけど、どういうこと本当に。いや、まあこれドリルドリルしかないです。からの柱プリンで逮捕に行かれるっていう。うわ、マジで。お、よし、もう一回ドリル手もある。よし、耐えて、なんかすげえ耐えたら勝てそうだね。二段階ぐらい下げちゃう。よし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 。いや、なんか一回走んなかったの、あれ謎っすけどね。明らかに大砲とゴルナイトエリジャイトは道があったんですけど、まあそういうこともあるか。やるな。シンプルにね、ドリルミラーが強い。ドリルミラーしてるだけみたいなとこあるか。いろんなミラーがあるんでね、このデッキは。ミラーとなんか相性がいいカードって他になんかあるかな。よいしょ。なんだろうね。って言われるとむずいな。まあ、エリポンミラーとか。あれは例外か。まあ、U の U のとかもなんかちょっと面白そうではあるけど。前までやってたけど。もう最近だとゴルナイになってんだよね。最力、うわ、マジこれ走りてえもんな。まず一回だけチンパン刺して。あー、なんか走り、なんかサボるっすね、ゴルナイ今日。明らかに。体調悪いのかな。エレキとダークプリ離れてた、そんなに。さあ、今回の相手はペッコーかな。ゴーストじゃなくてダークプリ型っていう感じかな。わあ、キング起動してえな、これ。ちょっとおしゃれ、マジおしゃれ。キング起動していい。いやべ。ちょっとおしゃれおしゃれだから、そんなのできんじゃない。もし天才。ピンチになってるし、マジでやだ。やばいやばい、マジで。うわー、ちょっといいザップ、それ痛え。マジで下手だったな。そんな気もちょっとしちゃうな。もう1バースなのかみたいな。うわー、まあ最後に勝てばいいかな。こんな1700もタワーある。さあ、美味しいっすね。お、そんなスタンプ送っといていいんか、本当に。今だけやぞ。ラバパピーの圧で迎え撃つかな、俺は。なんならこっちの言うのまでね、しっかりね、気づいてます。でも行かれるんだ。でも行かれちゃうんだね。フェニックス強い。フェニックスマジ好き、惚れる。おお、やべ。あ、マジで全然ほれん。ん？お、起き上がれるやん。おー、ザップって思い浮かるんだよ。これ起きるんじゃね。はい、こんにちは。一回暇なんでドリルドリルで、そうそうね、ダメージ欲しいなと思って。ウッドで、うわー、普通にいい防衛されてるやん。さあ、でも今ドリルドリル飛ばすだけで右サイに1000近くのダメージ与えて、なんなら金起動もできて、よし、完璧です。もう一回これフェニフェニドリルです。フェニフェニの、いやー、フェニの、だからフェニフェニドリル強いっすからね。いや、もう強いどころじゃねえよな。全部止まる。
全部止まるし、なんだこれ、いらない、いらない。いや天才だ、目が赤し超えてます今。さあドリドリの構えだけど全然守ります。全然手堅く僕は守ります。これはドリルが強いのかフェニックスが強いのかみたいなとこあるんですけど、で一回ね落ち着いちゃうっていうこの余裕ね、やっぱこの余裕を見せることに相手もねちょっとビビってね攻めてきちゃう、こうやって。よし、あとしかゴルネのダッシュで、プリンセスもねそろそろ働いてもらって、こんな感じで。あマジでやべ、余裕があって逆にコースこもれてる。ってか俺さダメージ負けてるよな今、こんなのんきにしてていいんっていうような試合してる。あ最後に勝てばいいって言ったのは俺なんで、さあ僕のねバナーが新しくねアイスになっていることに気づきましたでしょうか。この黄色のね変なバナーはちょっと気に入ってるんで買えないんですけど、背景を変えました。なんか今お正月のねバナーとかも来てるんでちょっと欲しいんですけど、欲しいんですけど我慢。うわー、きっしょっていう言葉がすごい。あマジで、あこれ絶対ドリルだった。うわ一発くれてやんよ。痛いね、だいぶ痛い。あーだいぶ痛いなこれ。ガゴガゴ系ね、まあスケルトン部隊だから多分いると思うんですよ。だからドリル単発だとだいぶ寒いと思うので、一旦ゴルネでスケブかディガー覚えたをちょっと確認して、最低ここにスケブかなんか行きます。え、お兄さんそういう感じ。ガゴ、痛い。さあフェニーが起き上がるが、もうジャイバルーンか、なんかなあ俺絶対スケブだこれ。さすがに取るね。あー好きか、うわーそこまで考えとけば。うん、でもこれ陸がない、風船で落とすとか。うん、フィジカルね。さあここがないで柳目があるので、まあプリンセスはねまあ飾りっすよね、ぶっちゃけ。フェニックスで全部守れそう。これ学校バルーンとか来るんじゃない、投石とか。すごい美味しいよね。あのこれね絶対フリーズ系があるんですよね。え、しっかりやられてもいいんですけど延命はします。うわーこれ相手かわいそうだな。あーいい防衛だ。あーめっちゃいい防衛。なんかガゴガゴもね火力上がったっすからね。こっちに咲くとマジ逆サイドにねバルーンをね絶対来るっすから、始まりじゃいストーンっつって来い。あくびしてんじゃねえよ。エースは道作ってくれたってことでいい。走りません。よし、でもちょっとやべえな。走る、走って、今走る。うわー、だから相手のゴレン抜きうまいんだ。よし、さあ左サイドをねしっかり削ってくる。でここで俺はプリンセスミラーで行く。逆サイドドリルもあるんでね俺。おお、一
回置いてきますかって感じですね、マジ。で俺も一回置いちゃうけどね。マジやべえ今週。もうトップできないですもんね、相手こうすると。いやトレネミラーあるよ俺、ちなみに1枚でも足りそう。あれさあ、それはだいぶ怪しい香りがしてるんじゃないですか。お兄さん、お兄さん、あーでもうまいな、なんかこの守ればね、守れば最後に、攻めウッドで美しくいこうじゃないの。フリーズアットマン、いやマジ鳥がよいしょ、もう一枚ウッドおかわり、邪魔。おい、さすがにこれが神相性ってやつですね。まあ、バルーンはね、ほんと引き得なんでね、このデッキ。オーケー。もうなんか、あれ同じような。さっきもこのスパーキーのバナーじゃなかった、相手。人気なのか。さあ、よろしくを返すと、ありがとうが返ってくる。平和すぎる世界。ボコボコにします。はい。さあ、ウッド。こんな幸せなゲームないよね。さあマザネクじゃなくてネクロ、ネクロとかちょっとレアだな。ヤナメとかのさイメージがあるよね。マジでありがとう、あんま言いたくないけど。フェニックスしっかり。おー、スパーキー好きなんすね。じゃあもうでも全部ゴルナイの前では無力。しっかりボコボコにスパーキーを壊してほしい。えぐい。さあであそこまで削れたらもうね、プリンセスとトルネでなんとかなりそうだけど、めちゃめちゃ早いな。うん、さあホグスパー、まあ、ホグは取るね。スパーキーはゴール内で無効化。って考えれば、やばい。これがマジで一番やばい。いや、ここは、トルネードを使わないで、元気度もしてるんで。いやー、ゴール内これ走りてえなー。さすがに走るかー。よいしょ。スパーキーこれ逆サイドにやればみたいな。フェニックス強すぎてこのプリンいらなかったな。あ、でも卵起き上がれる。さ、どっちにウッドを使う相手は。よし。よし。一回ここで攻めちゃいます。なんか気持ちコストに余裕がある。いや、一個だと思ってる？いいねー。これ残っちゃうんだよねー。さあゴルネの出番、どう見てもゴルネの出番だが、さあプリンで、うっ、危ねえ、相手のザップうまっ。さあこれにはでも相手もギブアップグッドゲーム。これゴルナチでしょ、よかったんじゃない。さあマジプリンセス出しとけばね、ある程度は守れちゃうんでね。ウッド出し、さあフェニックスお帰りがあるね。いやーこれはもう決まったっすかね。ほい、さあさあさあ、まあ、スパーキーとかにはね、フェニックスがマジ強い。コウモリとかだとこれもうね、
やばかったよね。ボコボコにされてたと思う。ナイス。まあちょっとあれだね、ゴルナイフェニックスはもう強すぎてちょっとズルだね。やっぱユーノとかね、コウモリぐらいが可愛かったね。あ、これ残んねえか。あ、しくった。これもう一回出たら走りたいな。いやー、ミニピ来たから走るか。やべえ、ゴブゴヤ壊したかった、ウッドで。うわー、こやこや。こやこやさ、最近よく引くんだよな。うわー、嫌いだわー。まあ、フェニックス、ゴルネリック。お願い、これマジプリンセス残るだけ強い。うわマジこれ一旦ゴルネに残るだけで、よしよし、あのゴブゴヤにタックルできるんだね。よし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 、オッケー。苦しい、だいぶ。バルキリーやんのか。バルキリーミニペだったもんね。キングギドさすがに。おしまいプリンで流れを変えようかな。よし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 、いやだいぶいい。右側これも全部強っすね。左のオーブンだけちょっと振り向いてほしいんだけど、プリン目ないもんね、後ろに。よいしょ。さあ、バルキリー使ってんで、ここのドリルの受けは苦しそうだが、いやマジでやめろ。うっ、いい、うわマジで。あ、これでもギリだ。これは走らせてくれね。これもっとなんか一人で左でよかったよ。え、強っ。ちょっと待ってよ、やりすぎやりすぎ。あー、これやばい。たまたま当ててこないでほしい。たまたまとか言ってね相手の計算通りかもしれない。そこに来るよねっていう。強っ。これも計算通りではない。いやー、プリンでもこれ2体出しとくのマジでいいな。いや、なんでやねんのやなめね。そういう感じね。あ、でも俺結局気づいた、もうゴルネイ勝ち込みしかない。勝ち込めばいいだけ。シンプルでしたね。あんま考えない方がいいわこれ。さあ、準備はね整いました。もうこれで走ります、タワーまで。よいしょ。ねえ、ゴルナイいません。何やってんだ。ちょっと待ってくれ。あ、でもなんかだいぶなんか相手事故ってんの。ゴルナイの圧、うわ渋い。小屋もう5コスで置いとるやん。お兄さん、お兄さん。あ、マジでゴルナイでっか。マジでディガーだけこう事故んなければ全然。お、あれね。さあ、なんか本当に死体蹴りみたいななってる。全然そんなつもりじゃないんです、僕も早くね、この小屋地獄から終わりたいんですけど。さすがにこれいけるよな。これいけなかったらもう、おい、やっとよマジでこれするだけでどんだけ苦労してんのっていうさ、ないさ。さあ、というわけでこちらプリンセスミラーゴルナイフェニックスバージョンね、めちゃくちゃ使いやすい。とか今までのミラーが使いにくすぎたので結構おすすめです。ぜひやってみてください。では、お疲れ様でした。またね。